はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年10月の2日土曜日、現在時刻が18時19分です。週末のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。まず今日の北部九州の天候ですが、今日は晴れでございました。気温の方ですけれども、最高気温は29度まで上がりました。10月に入りましたが、まだ暑い日が続いております。で、今日のビーチですけれども、北の風が1メーターということで波は穏やかでございました。現在ね、日没の時間北部九州過ぎまして、空がですねオレンジ色になっております。日はね今沈んだ時間帯でございます。それではですね、本日のマーケットを見ていきたいと思いますが、仮想通貨市場ですね、大きく上昇しました。ビットコインですけれども、昨日の段階から比べるとですね 10% 以上ね上昇いたしました。他のねアルトコイン、主要通貨のアルトコインもですね、イーサリアムもですね 10% 上昇いたしました。大きくね上昇しましたね。ビットコインの価格が現在ですね、500万円前後で動いておりますので、 10% の上昇といいます、50万円幅ということになりますのでですね、かなりね大きな上昇ですね。特にあのアルトコインはね 10% 上がることも多々あるんですけど、なかなか最近ではビットコインが 10% 上がるということはね、それだけ時価総額大きいので少なかったんですが、昨日のね昨日の夜からですね大きくね上昇いたしました。この要因はねいろいろ言われてるんですけども、パウエル議長が仮想通貨に対する規制ですねは、考えてないというふうなことを述べたという、これ昨日のね、このビデオの中でも申したんですけども、これ結構ですね昨日の早い段階からね、出ておりましたね。昨日のアメリカ時間から出ておりますので、日本時間のねあの昨日の朝ぐらいから出ていたニュースだったんですが、その時はですね、そんな大きく仮想通貨市場は反応してなかったんですが、アメリカが前の方が一晩明けまして、昨日のアメリカ時間入りまして、ビットコイン大きくね上昇してきました。現在ですね18時21分の価格で見ていきますと、ビットコインは530万9000円ということで、500万円をね大きく超えて530万円台までね上昇してきました。ビットコインの価格ですが、ドルベースで言いますと現在ですね4万7788ドルということでですね、4万7000ドル、4万8000ドルを伺える段階までね上昇してきました。同時に他のアルトコインもですね今日はね、昨日から大きく上昇しておりますね。そうですね。そして株式相場の方なんですが、昨日のねアメリカ株式市場ですね、ニューヨークダウ、こちらもね大きくね上昇いたしました。反転しましたね。ここのとこアメリカ株式市場売られる状況が続いていたんですが、昨夜のニューヨーク株式市場が大きく反転いたしました。482ドル高だったということですね。一時ねニューヨークダウ600ドル以上上がっている場面もありましたので、これはですね新薬ですね、コロナ新薬の期待感ということでですね大きく上がりました。アメリカの製薬大手が、このウイルスの、ね、増殖を抑える薬について臨床試験で効果が見られたと発表したんですよね。これによってね期待感など買い注目がね上がりました。アメリカの製薬大手のメルクですけれども、開発中の新型コロナウイルスの増殖を抑える薬について最終段階の臨床試験で入院や死亡のリスクをおよそ 50% 低下させる効果が見られたということを発表したということですね。これによってですね、一気にニューヨークダウですね600ドルを超える上げとなりましたね。で、最終的に終値は482ドル高だったということですね。この、新薬ですね、メルクが開発中のこの新薬ですけれどもね、これワクチンとは違って、ワクチンって事前にこう抑えるという効果なんですけど、これは今回のメルクの、治療薬ということですので、かかった後の、回復というところでありますので、またちょっとねワクチンとは違った見方でありますね。ただこの
メルクのこの新薬の発表あってワクチン関連大きく下がりましたね。モデルナなどすごい下がっておりましたね。そういうことはありましたが、まあ、昨日のニューヨークダウもね、まあ、堅調に上がったというところでございます。でナスダックの方もですね6営業ぶりですよ、反発いたしました。6営業ぶりのね、久しぶりの反発となりましたね。ガーファムもねしっかり上がりました。マイクロソフトやねグーグル、アルファベットですね、アルファベットでフェイスブック、アマゾン上がりましたね。あとビデオ会議システムのズームですけども、ズームコミュニケーションズも上がりました。ということで一旦ですね、アメリカ株式市場、まあ、この新薬の、ね、発表もあって、まあ、これが起爆剤となったところもありますが大きく、ね、上昇いたしました。そしてアメリカの10年債国債長期金利なんですが 1.496% でクローズしましたね。 1.5% を割った水準、まあ、1.4% の後半、まあ、1.5% の手前という水準で、ね、終わりましたね。そして為替の方なんですが、為替は動いたんですよね。為替が、まあ、ドルが、売られました。111円と056円で、ね、クローズしましたね。一時、まあ、110円台まで行ったりしておりますので、ドル高が、ね、ずっと進んでたんですが、昨日は一気に反転してドルが売られるという状況でしたね。ユーロ円も128円と748円と、まあ、ユーロが売られて、まあ、円が、ね、買われる状況で結局終わりましたね。まあ、そういうふうな昨日のマーケットの状況でございました。それでは、ね、ビットコインの価格を、ね、もう一度見ていきたいと、仮想通貨の価格をもう一度見ていきたいと思いますが、18時25分現在ビットコインは531万1000円ということで、24時間前と比べると 6.53% の上昇となっております。まあ、ビットコインですけれども結構ね節目と見られているラインをね大きく超えてきましたし、これまた年末に向けてのね上昇期待がね高まって、また、史上最高値ですね、オールタイムハイをとりあえずまた近いうち超えていくんじゃないか、で年内には10万ドル20万ドルいくんじゃないかというそういう声もね上がっておりますので、ちょっとねこの今までの上昇とまた違って今回の上昇を一気にですね上げてきました。まあ、特にねその昨日上げる直前まではですね株式相場の方が軟調な動きをしておりましたので、株式相場の動きに連動されることなく仮想通貨市場ビットコインがね大きく上げてきたというところはですねかなり注目するべき材料かなと思います。でイーサリアムは36万6千円ということで、昨日と24時間前と比べると 5.83% 上昇ですね。その他のアルトコインを見ていきますと、バイナンスコインですけれども 46,813 円、バイナンスコインは 4.92% 上昇、カルダノエーダは245円、カルダノエーダは 2.44% 上昇、リップル XRP を上げましたね、113円、 5.09% 上昇、リップル113円です。ソラーナも上げてきました。ソラーナ 17,697円、 10.89% ソラーナ上昇しております。ポルカドットは3606円、ポルカドット 9.16% 上昇、ドージコインは20円、ドージコインはね 5.65% 上昇しております。イーサリアムクラシックは5990円、イーサリアムクラシックは現在 11.9% 上昇しております。ネムは17円、ネムはね 5.64% 上昇、ライトコインは 18,604 円、ライトコインは 5.23% 上昇、ビットコインキャッシュは6万253円、ビットコインキャッシュね6万円台に乗ってきました、 5.32% 上昇しております。モナコインは161円、モナコインは 4.4% 上昇、ステラルーメンは32円、ステラは 4.54% 上昇しております。クアンタムは1363円、クアンタム 6.27% 上昇、 IOC は 6.2円、 IOC はね 3.94% 上昇、エンジンコイン上げました、エンジンコイン170円、 14% 上昇しております。エンジンコイン170円に乗ってきました。お店号は1443円、お店号はね今日は 1% 下がっております。直近でですね 大きく上昇しておりましたのでね、お店号は今日は若干の下がりですね、1443円、パレットトークンは61円、パレットトークンは 1.12% 上昇ということですね。まあ、週末唯一動いている仮想通貨市場、今日は土曜日ですのでね、
ですが、引き続きですね、まだ堅調な動きをねキープしているということで、まあ、10月相場入りまして、株式相場のもね落ち着きますと仮想通貨市場ですねさらに、上昇がね期待できるんではないかというね、そういう10月の、10月のね株式仮想通貨のね、上昇を感じさせる相場感でございました。それではですね、その他入ってきているニュースを見ていきますが、今日はですね、緊急事態宣言が解除されて初めての週末だったということですけども、まあ、各地でですね、人がね増えているということで、東京ディズニーランドには行列ができたり、銀座はね、半年ぶりの歩行者天国が復活したりということでですね、まあ、緊急事態宣言が全国で解除されましたので、まあ、これからね、経済活動がね活発化していくということもねあるでしょうし、今はまあウイルスの、ね、感染者もね、減ってかなり大きく減っておりますので、まあ、これから、ね、収束に向けていくのか、まだまだまた寒い 冬場になってきてね、また流行が、ね、入るのかはね、見方が分かれるところではありますが、とりあえずですね現段階ではですね、こういうふうに人の流れもでき、経済活動もね、活発化してきているという状況でございます。今日はですね、そういう感じですね。はい、本日は2021年10月の2日土曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではですね、皆さんね、良い週末をお過ごしくださいまして、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。18時30分ですが、さすがにもう真っ暗ですね。現在の明るさですが、もうね、少しいい感じの色が見えますね。マジックアワーが見えますね。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。